さあ両チーム方向入れ替えまして、これより最終クォーター第4クォーターに入ります。宮崎大学自陣28ヤードからセカンドダウン12で試合再開となります。パス不成功。クォーターバック7番、ここでミドルゾーンへのロングパス。ワイドレシーバー11番、競り合いながらキャッチ試みましたが、しかしパス弾かれ不成功となっています。九州産業大学サードダウン12、ボールオンは自陣28ヤード。不成功。クォーターバック7番、プレイアクションから右ロールアウトし、そこからワイドレシーバー10番へのパス。逆をつくようなカムバックパターンでしたが、しかしこのパスキャッチできず、パス不成功でフォースダウンとなります。九州産業大学フォースダウン12の状況になりました。ここもプレーを選択します。フォースダウンギャンブル。パス不成功。ここで左スプリントアウトからのランニングパスをクォーターバック7番完行しましたが、ワイドレシーバー12番へのコントロール定まらず、パス不成功に終わりました。4回目の攻撃失敗ですので、攻守交代となります。ターンオーバー。宮崎大学相手陣28ヤードからファーストダウン10。ファースター宮崎大学、ここで43番にボールを託しまして、左をコンエランプレー、見事攻撃権更新としました。宮崎大学ファースター宮崎大学相手陣16ヤードからファーストダウン10。今度は手で枠15番に託しまして、右オフタックルをつきました。味方ブロッカーの壁を生かしまして、約3ヤードのゲインとしています。宮崎大学ランニングバックの15番の桐谷、そして43番の藤原、地上戦を優位に進める形で試合の主導権を確保しています。宮崎大学相手陣14ヤードの位置からのセカンドダウン7。ランニングバック15番、トスを受けて左を上のスリープレー、そこから縦に切り上がり、そのままエンドゾーン隅に入り込んでタッチダウン。宮崎大学6点獲得。
しかしこのトライ4ポイントのキックは失敗、6点止まり。宮崎大学48点、九州産業大学0点となりました。しかし先ほど宮崎大学はランニング枠15番の桐谷の素晴らしいランプレーにより見事タッチダウンを上げることに成功しました。その宮崎大学のキックオフで試合再開となります。このキックオフは外へ出まして反則という形になります。九州産業大学はボールで出た位置から5ヤードとしますでしょうか。5ヤード下げて蹴り直させるか、あるいは自陣35ヤードの位置を確保するでしょうか。九州産業大学自陣35ヤードの位置からの攻撃を選択しました。九州産業大学自陣35ヤードからファーストアウト。点成功。クォーターバック7番、ワイドレシーバー12番にヒッチパス、これを取った12番キャッチアンドランで約4ヤードのゲインを果たしています。パスを投じましたクォーターバック7番は上村、宇野高校出身の3回生。そして取りましたワイドレシーバー12番は玉井、宇部フロンティア学院フロンティア大学附属香川高校出身の1回生です。九州産業大学セカンドダウン6、パス成功。このパスも成功としました。クォーターバック7番、ワイドレシーバー26番に投じまして、26番カバーされながらこのパスをキャッチし約4ヤードのゲインとしています。ここで負傷者発生のためレフリータイムアウトが入っております。見事パスを取りましたワイドレシーバー26番は今木入れ、川辺高校出身の3回生です。九州産業大学自陣43ヤードからサードダウン2。ナイスラン、ファーストラン。クォーターバック7番、ショットガンフォーメーションからハンドオフエフで右オープンへのランプレー、見事相手の裏を突くように攻撃権更新を果たしました。九州産業大学ファースター。ここでウォーターブレイクが入ります。試合終盤に入りましたが、ここで九州産業大学見事に攻撃権更新のファーストダウンを勝ち得ました。クォーターバック、ここまで孤軍奮闘の
働きをしておりますクォーターバック7番上村、素晴らしい攻撃を現在も継続しております。さあウォーターブレイク解けまして試合再開となります。九州産業大学ボールをハーフウェイまで進めました。この位置から得点を上げることできるでしょうか。九州産業大学ファーストアウト、さあこのパスの判定どうなるか。パスキャッチ成功、ファーストクォーターバック7番、乱れたスナップをキャッチしまして、そこからパス、ワイドレシーバー10番、これを飛びつきでキャッチしまして、攻撃権更新としました。九州産業大学ファースター。クォーターバック7番は上村、宇土高校出身の3回生、取りました。ワイドレシーバー1番はメニノ、宇部フロンティア大学附属香川高校出身の1回生です。さあここで右オープンのランプレーを展開しようとしましたが、ここでボールをファンブルする格好になりました。しかし何とか確保しておりセカンドダウンとなります。ただし2ヤード交代という形になりました。ここでホイッスル、現在審判団が先ほどのプレーに関しての確認をしております。九州産業大学セカンドダウン12、ボールオンは相手陣41ヤード。さあここでオプションプレーを選択しました。ピッチを受けましたランニングバック33番、右オープン展開を図りましたがディフェンスが殺到しまして約2ヤードロスになっております。キャリア33番は中ほど江南高校出身の3回生でした。九州産業大学サードダウン14、ボールオンは相手陣44ヤード。パス不成功、クォーターバック7番、ダブルムーブのプレーアクションからロングパス、ターゲット10番、これをしかしキャッチできずパス不成功となります。4回目の攻撃フォースアンと変わります。九州産業大学フォースダウン14、プレーを選択します。ギャンブル、インターセプト、ここで投じたパスを取りましたのはしかし長崎、失礼しました、取りましたのは宮崎大学の24番、インターセプトにより攻守交代となります。ターンオーバー、パスインターセプトを決めましたのは宮崎大学の24番、武田彦根東高校出身の1回生です。宮崎大学自陣30ヤードからファーストダウン10の攻撃に入ります。
ニーダウン時計を回します。安倉大学ここで無理をせず時間を使い尽くして試合を終わらせる判断をしました。宮崎役セカンドダウン、2ダウン、さらに時計を進めます。画面上と時計の進行に若干の差がありますが、現在試合時間まもなく30秒を切ろうとしています。宮崎大学サーダウンの状況のプレーを展開します。2ダウン、時計を回します。ここで試合終了となりました。試合終了となりまして、宮崎大学バッカスが48点、九州産業大学レッドフリーバーズが0点という形になりまして、宮崎大学の勝利となりました。しかし九州産業大学も堂々の戦いぶりでした。見事な勝利、見事な戦いでした。そして宮崎大学見事素晴らしい戦いぶりで勝利といたしました。ナイスゲームでした。両校とも陣営厳しい中、しかし全力を尽くすプレーは見応えありました。素晴らしい戦いありがとうございました。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。
ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは高校で名を轟かせたスタープレイヤーがもたらしてくれるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと思う勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに最後まで挑み切るに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そして次へと進むこの物語の続きを楽しみとしつつ、ここで一旦この配信は終わらせていただきます。後ほどこのチャンネルを変えまして、続きまして行います、長崎県立大学マリーンズ対長崎大学ブルーインパルスの一戦を配信させていただきます。本日の配信は九州アメリカンフットボール協会連盟の許可を得まして実現いたしました。協会の方々のご厚情大変ありがとうございます。その配信を実施いたしましたのは私、道楽屋リチャでした。それでは失礼いたします。